さあ、それじゃあそのフクロウの石像っていうところに行ってみましょう。じゃあまずはここから。おっと、チュチュ。さあここだ。シャット君の姿が見えないようだけど、うん、これにコピーロット当てればいいのかな。見たな。なるほど、じゃあやってみよう。くれ。お、ちゃんと反応した。おお。あー、これあれか、あのかかりこ村の地下では胸のあたりに何か鍵みたいのがあったけど、あれはこの穴を塞いでいたってことか。この玉が中に入って反応するってことか。おお、なるほど。何かできないかな。お、なんか行きそうで行かない。飛ぶかと思ったけど、そうはさすがに行かないか。さてと、さあこれだ。あれ、じゃあ結局上の方にはどうやったら行けるんだ。あー、そっかそっか、これを使うのか。先に忘れないうちに宝箱取り行こう。よし。さあ目先の重要な話よりもお宝、いいぞ。あ、なるほど、そういうことか。これ慎重にやらないとやばいんじゃない。さあちょっと面倒くさいけど頑張っていこう。おっ、この辺りかな。よし、オッケー。さあこれはハートのかけらと見た。ここまで頑張ったんだからね。ハンコか、まあいいや。さあそれじゃあの怪しい光に近づいてみよう。お、さあ変な輪っかがついてるけど、お、なんと天空文字を1個見つけた。天空の古文書に書かれた呪文のかけた言葉の一部が補われた。だがまだ足りない言葉があるようだ。なるほど、ここに出てるこの紋章みたいのは何。あ、ちょ、消えちゃった。なんだ、なんか丸っこい形のものがあったよね。うん、なるほど。よし、じゃあこれを使えば。あれ、君いつの間にここに移動した。おお、怖え。なんだよそれ。うーん、もしかして見てない間に動いていたとかそういうこと。あ、フラグが立ったってことかな。よし、じゃあ次行こう。オルディン大橋だったかな。さて、おっと、ちょっと待って、ちょっと上の方が気になるな。あ、なんでもないや。さてと、あ、やっつけとこうかな。届く前。さあここから、あ、近寄った方がいいか。違う場所に動かして何か行けそうなところがないか。うん？あそこは引っかかるところはないか。じゃあこれを動かして、多分下の方にある文字を見つけましょう。おっと、キャンセルキャンセル。す、結構動くんだよね。おーおお、ちゃんとそれっぽい。よし、さてと、これが2個目。ちょっと、あー、なるほどなるほど、さっきの丸い絵ではなくて文字なんだ。あれが天空文字か。うん、消えちゃう。なるほど、こうやって一つずつ文字を探していくってわけだ。じゃあ次。あれ、ここは何もないよね。これ使うのか。マジか。これ頑張ってオルディン大橋を渡らせて、あの、行けなかったって思ってたところにドスンと足場にするわけ。マジか、結構遠いぞ。さあ行こうぜ。リンクが後ろからついていけば、歩数というか歩幅は大して変わらないね。
さあ向こうまで運んでいくのは結構骨が折れるけど待つしかないな。はよ行け。あ、一応速くなる気がしてる。大して変わらんか。おっと、ストップ。さあこいつをここに落とせば多分。おっと、おっと、当たらない。よし、やったか。まあいいでしょ。これはでもうまくいけるかな。お、いいぞ。さあこれでようやくいけそう。あれ登らないのかよ。ちょっと、あれちょっとやばいことになったんでは。ここ、ここか。よし。ん？え？お？な、なんすか？うん。向こう側に何かあるけど、だけど何か下に足場がないと、このままじゃ、このままじゃ渡れないな。今さらそれ言う。目の前に足場がありますけど。ここに来るとさ、こんなメッセージが来るの初めて知ったんだけど。なんで以前教えてくれなかったんだ。しかも足場ができた後に教えてくれるっていう。さてと、よし、じゃあ登ってみよう。結構ミノナさんもちょっとすっとぼけたところあるよね。おお、ハイラルが、おお、綺麗。そっかそっか、上の方にいたんだった。あれ、ロックオンができない。やろう。でい。どこへ逃げようというのかね。よし、じゃあ開けてみましょう。さあハートのかけらを手に入れた。よし。さあ苦労した甲斐があったかな。ここでようやく謎が解けましたね。てかミドナもちゃんと最初に教えてくれればいいのにな。割と頑張っていったような気がするけどダメだったか。さあじゃあ次。さあ次はハイリアの前に城下町付近かな。さあ来たー。あいつを動かして宝箱は取れるなる。ちょっと届かないかな。しょうがない。意外とリーチが短いな。よし、さあまずは落として。あ、ちゃんとルートがあるんだ。しょうがないな。頑張れ。入れ。この辺りかな。よし、さあ100ルピーを手に入れた。あと怪しいところがあったような気がするけど、確か南側この辺りに高いところあったよね。でここに宝箱があって、この辺はフクロウの石像ないのかな。あったっけ。いや、あったとしたらここにそもそも表示されてるはずだから、まだ行けないということなのかな。うん、気になるけど今はフラッグを目指していきましょう。あ、しまった。すっかり忘れてた。ここに登るためにさっきの石像が必要なんだ。お宝に目がくらんで順番があべこべになってしまった。さあ戻ろう。場所的にはこの辺りかな。よし。さあこれは、おっと、天空文字はやっぱりちょっと絵っぽいな。さあ新しく見つけた、これ、この本を持ち上げてるわけではなくて本に書き込んだみたいな感じなのかな。
うん。さあ次行きましょう。さあここだ。さてと、ここは石像を下ろした後にどうやって宝箱の方に行くんだ。石像の上に乗ったまま移動するってことができるのかな。あ、なるほど。まずはクローショットで上の方から降りると、この辺りかな。というか今の今までここ気づいてなかったんだけど、上の方に何かある。わー、なんかありそう。センス。あ、何もないんだ、ほっとした。まあゴーストはいないと思ってるけど。お、ちょうどいい。ぬん。ちょっときついかな。一旦上がらなきゃダメか。あ、ダメか。ってことは、あ、まずこっち。おっ、いかんいかん、ついつい宝箱の方に行ってしまう。さあ天空文字を1個見つけた。たまに2個もらえるみたいな言い方だけど、それはないよね。さて、これは、これをぶつけた瞬間にジャンプすればなんとかなる。あー、ダメだよね、逃げちゃうよね。上から降ってくればいいかなと思ったけど、どうかな。こっちの方にフックショットをかけられそうなところがないんだよな。さてここでうまく当てられるかな。ダメか。微妙にいかない。うまくな、おっと、乗れないってことかな。これはとりあえずここまで持ってきて何かできないか。あ、わかった、上からこれ降りるんだ。降りるというかジャンプするかな。うまいこといくかな。まあ、いいや、飛んでみて着地点を修正していきましょう。ここか。ちょうど壁のせいでうまく動かないけど、うん、もうちょっと目の前、この辺りかな。さあもう一回、よし、楽しい。さあこれは100ルピーを手に入れた。結構苦労した割にはお金かーって感じがするけど、お宝をゲットできたからよしとしましょう。よし、じゃあ次はこっちか。こいつは話変わらんな。まあ序盤のモブキャラみたいなもんだからいっか。さあここだ。ここは何か気になるところは裏側かな。あれ、裏側がない。さあ天空文字をもう一個見つけて、まだ足りない言葉があるようだ。あと行ってないところってどこだっけ。今ここに来て、そしてラネール地方は2箇所やったよね。フラグが消えてるような。よし、あとは教会、あれはでも反応しなかったよね。ってことは他にどこがある。スノーピークはないよね。あ、そうだそうだ、砂漠忘れてた。よし、でもここもう少し様子見よう。上の方から何か感じるんだけど、登っていけるようになるってことか。
ここ気になるよね。ここに行けるかな。うん、お、ちゃんと何かある。え、あー、ミドナナ先生、お願いします。来ねえ。あ、来た、よかった。よし、間が気になるけど何かあるかな。まあいいや、後にしよう。おっとと、開ける。さあ中身は。お、ハートのかけらを手に入れて器が完成。よし、さあハートのかけらはもうかなり少ないんじゃないかな。あと5個あるかないかだと思うけど、どうだろう。ダンジョンはあと1個は残ってると思うんで、じゃあ10個か5つ、それぐらいかな。でもかなり終盤になってきましたね。さてと、ここは1回降りて、お、やっぱり何かある。ここはセンスで見ていこう。お、掘る、掘ります、掘ります。お金だけか。お、潜れるところではないっぽい。マジか。うん、ゴーストがもういないからオッケーかな。念のためタックル。あ、いけない。大丈夫そうだね。よし、じゃあ砂漠だ。さあ遠目に見えているあそこまで行きましょう。あれはフックショットで上の方の植物に捕まらないといけないとか、そういうパターンかな。とりあえずじゃあ動かそう。気になる溝があるな。溝に沿っていければいいのかな。下ろすか。あ、なるほど、ここからこう来るんだ。さあこれが最後の天空文字になるのかな。さあ、てれれれ、すべての天空文字が書き込まれ、開封の古文書が完成した。天空へ行くための重要な手がかりを、シャット君に見せるべきかなのかな。これでかかりこ村の地下に戻って、あの怪しげな胸の封印を解いてもらいましょう。さて、となると、これを、結構しょうがないな、手間かかるけど、あれ、これって一回溝に落としちゃうともうダメとかそういうこと。よし、行き過ぎるよねこれね。くそ、しょうがない。今内心ダメかなと思いながらやったらやっぱりダメだった。さあこう来て、こうして、この辺りかな。あ、ここから直接は届かないか、やめとこう。ちょっとちょっと、この辺りかな。普段飛んでる感覚を思い出して、あー、なんでそこで飛んじゃうのリンク。あれはちょっと、まあしょうがない、こういうこともあるからゼルダは面白い。段差には気をつけないとな、結構罠だね。ここから欲張っていけないかな。いけない気がするんです、ごめんなさい。ここ危ないんだよ、乗ると。
ゆっくりゆっくり、これならいける。よし、やった。かなりドキドキしたけど、さあすっかり昼になっちゃって、これをしょうがない。オッケー、バッチリ。あっと、危ねー。ここで落ちたら今までの努力が水の泡か。超怖い。やったー。さあ開きました。中身は100ルピー。頑張った割には100ルピーかって感じがするけど。お、でもお金がだいたい1800ルピーか。かなり溜まってますね。さあそういうわけで、うん、よし、じゃあかかりこ村に戻ってみよう。さあシャットさんは、おっちゃんといる。やあリンク、手紙は読んでくれた？手紙？結局君に教えてもらった言葉はどの石像にも反応しなかったんだ。まだ手紙来てないよね。あの言葉には一体何の意味があったんだろうね。うん、天空人の文字で書かれていたんだから絶対に何か意味はあると思うんだけど。なるほど、ここでこれを見せればいいんだけど、手紙か、先に手紙見てきた方が雰囲気出るかな。お、来た来た。郵便屋さん遅いよ。この場合ちょっと声が小さいんだよな。さあシャットさんからのお手紙ですね。そんじゃ私はこれで。あの人はちゃんと配達料ってもらってんのかな。よし、じゃあコレクト。間違えた、大回転切り。そういえば大回転切り使ってないな。あった、報告。リンク君へ。あれからハイラル中の石像に例の呪文を試してみたけど全滅だったよ。それはちょっと大変でしたね。もうがっかり。もうがっかり。でもこんなことでめげていたら天国の親父に笑われちゃうからね。なるほど、親父思い。あ、なるほど、本当にあったんだっていうあのネタ。もう一度かかりこ村の教会に戻って何か手がかりがないか探してみるよ。君もまた何か情報がつかめたらぜひ教えてよね。夢を追う狩人、シャットより。夢を追う狩人、自分で言っちゃう。なるほど、結構夢見がちな人だから、まあ合ってるかな。よし、じゃあ早速シャットくんに古文書、古文書、天空の書を見せに行きましょう。さてイリアちゃん、ここで何してんのかな。うん、リンク、地下でシャットさんが待ってるわよ。はーい。さあシャットさん、手紙読んできましたよ。うん、もうがっかり。というわけで、さあがっかりさせないようなものを渡してあげましょう。開封の古文書、古文書でよかった。さあどうぞ。この間の古文書かい。ん、あれ、前に見た時より文字が増えてる。そこはまあ気になりますよね。どうやって調べたんだいリンク、すごいすごいよ。今度こそ本物の開封の言葉に違いない。早速試してみるよ。うんにゃらむんにゃら。おっ、ちゃんと反応した。おお、他の石像と同じ形になった。一体どういうことなんだ。これで全ての謎が解けると思ったのに、くそ、頭がこんがらがってきた。もうがっかり。リンク、ごめん、少し冷静になってから考えてみるよ。あら、ちょっと見ていかないんですか。いや、そっちぼっちだと思いますけど。え、消えちゃったし。あ、はいえー、これは追いかけざるを得ない。ダメだ、頭がこんがらがってちっともわからないよ。うん、かわいそう。
せっかく手に入れた開封の言葉が実は他のやつと変わらなくなっちゃったら、もうパズルに積んだような状態だよね。さあ、そういうわけで彼を尻目に、ででん。お、じゃあちょっとだけなんかいつもと違う雰囲気。さあ行くぜ。行けないか。よし、ここに閉じ込めておこう。さすがに抜けられるか。さあ、そして古文書の言葉は見つからないけど奥がある。お、さてと。でーん、リンク。おっと、気づいたか。君どうやって石像を。それにこれは完全に大砲ですね。すごいすごいぞ。この大砲はまさに親父の文献にあった天空砲じゃないか。かっこいい名前。やっぱりここが怪しいと思った。僕の勘は正しかった。でもこれをどうすれば天空の都市に行けるんだろう。どう見てもこれで天空の都市に行けるって言われたら、その使い方しか思いつかないよね。あれ、また悩んじゃった。結構この人知識はあってもなんか発想っていうか応用力がないな。すごいな、なんか緊張する。だってこれをどうにかして動かせば天空に飛んでいけるんだもんね。興奮してきたよ、もう。すごいね。まるで子供のような目を輝かせている。さてと、ん？なんだこれ。ミドナさん？ミドナさんまだともかく、なんかちょっと、あ、これは手じゃなくて台座か何かかな。台座というか、これで踏ん張って大砲を角度つけるみたいな感じかな。よし、話聞いてみよう。あ、ポータルで持っていくつもりか。でもポータルがないぞ。大砲か。これどうする、リンク。ワープさせる。あ、え、普通にできるんだ。どこだって関係なかったんだね。あ、そんなもんだったっけ。話す。動かしてみたら何かわかるかもしれないけど、どうしようか。私が運んでやるから、こういうのに詳しそうなやつに見せてみるか。大砲と言ったらやっぱりあの人だよね。じゃあどうしようかな。他に何かないかチェックしておこう。宝とかないかな。あ、いや、無理か。ここは戦えるような場所ではないから。ゴーストは出てこないと思うんだけど。ふん、関係ない。一応、ちょっとだけ調べてみよう。これは爆弾置けるかな。あ、置ける。一応チェックしてみよう。どうかな、関係なさそうかな。お、あ、違うか。これ一瞬宝箱に見えたけど、柱の付け根だ。よし、じゃあ運んでもらいましょう。ん？だけどさっきからずっとあいつが見てるからな。あ、シャトさん？いいんじゃないですか？ダメなの？じゃあミドナだけ。あー、そっか。これがなくなっちゃったらシャトくんめっちゃがっかりするな。これ以上追い打ちをかけたくないけど、まあしょうがない。お？あー、もしかして僕って邪魔？あー、ごめんね、気が利かなくて。こういう時は僕は消えるべきだよね。一体何の話をしてるんだ。じゃあリンク、結果をまた今度聞かせてよね。リンクがこれ調べられると思ってんの？ん？そうそう、最後に一つだけアドバイス。それどうも壊れてるみたいだから、先に大砲の専門家に見せた方がいいと思う。じゃあね。あの人は何なん？情熱があるのかないのかわからんな。気使わせちゃったかな？気使わせちゃったかなっていうか、リンク一人でこれなんとかできると思ってるあの人がちょっとおかしいよ。じゃあいいでしょう、持っていこう。はい。さて、じゃあこれはここかな。ティアー。穴がないといけないのかな。
おお、なるほど、ここに着地するんだ。よし。このおっちゃん名前忘れちゃったな。さよ兄ちゃん。なあ、あれ兄ちゃんの？兄ちゃん自前で持つほどハマっちゃうとはね。ちょっと見せてくんない？兄ちゃん小島の大砲さ。いいですよ。歩き方がチンピラっぽい。こりゃまた随分レトロだな。でも起動装置がねえからこのままじゃ使えねえじゃん。ことと場合によっちゃ直してやってもいいけど。そうだな。ん、前払いで300ルピーってとこだな。どう？いいえ、もうちょっとまかりませんか？え、いいの？もったいないな。こいつ結構いい感じだと思うぜ。天まで飛べちゃう気がするな。まあ俺には関係ねえけどな。じゃあな兄ちゃん、俺仕事に戻っからよ。なるほど。300ルピーって結構良心的なのかな。まあこれだけのものを300ルピーで修繕してくれるっていうならかなりいいでしょう。技術費を含めてもかなりサービス価格。よし、修理。ああ、あそこのあれ、そりゃあれだよ。前払いで300ルピー、どう？いいですよ。さあポンと300ルピー払っちゃう。さすが兄ちゃん話がわかるね。ちょっと待ってな。ちょっと待つだけでできちゃう。おっ、マジか。さあ3日3晩頑張って直してくれたところで、おっ、なんかちょっと変わった形に。あ、やっぱりあれ足だったんだ。すげえ、メタルギアだ。待たせたな兄ちゃん。バッチリ直してやったぜ。多分な、多分って。オンボロだけど中身はすげえぜこれ。マジで昇天しちゃうかもよ兄ちゃん。やべえかもよ。さて、じゃあ邪魔しちゃ悪いから帰るわ。へへ、あとは一人で思う存分楽しんでくれよ。こいつも結構すごい大砲好きだな。さあまるでバイク屋の親父のような感じでしたけど、じゃあ早速乗っちゃおうかなと思うんだけど、ここであえて引いておこうかな。おお、かっこいい。角度つけて天まで行けちゃいそう。いや、行けちゃいそうと思うけど、角度的にどうなの？どこに行くの？お、なんか気になりますけど。ミドナさん、さあ早く天空で最後のかけらを探そう。いや簡単に言ってくれるけど、飛ぶ方法がないじゃん。ただ飛び出せばいいってもんじゃなくない？まあいっか。何か入れるのかな。まあこの場合はクローショットかな。いけちゃう。気になるけど、でも今回ここで一旦やめておきましょう。さあ次回はいよいよ天空へと旅立てる。やり残したことはないよね。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。